サトシとイスベルのバズワープッ。Hey yo, what's up, ladies and gentlemen? レインボータウン FM をお聞きの皆さん、こんばんは。レノチェルです。どうもファンファンサーズデイバズアップのお時間でございますよ。皆さん、こんばんは。木村すばるです。よっすよっすいや、もうさ、始まりました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。レノチェルの本名が知りたいな。はい、え、本名ですか？本名。レノチェルです。チェルです。そうなんですか。そうなんですか。そうなんです。もうそこかたくななんですね。なんかでもね、最近ちょっとレノチェルのこと忘れてたんで、うん、ちょっとちゃんと本戻ろうと思って。今日チェルチェルビーム T シャツ着てるじゃん。着てますよ皆さん。出してよ出してよ。ここ見えるかな。違うだろ。チェルチェルビーム。出せしビームを。チェルチェルビーム。いやもう落っこちてるやん。ビーム。失礼いたしました。全然俺に届いてないぞ。スバちゃんなんで前髪出してんの。なんか。カッコつけてるの。違う。そう、ちょっと韓流っぽく言って。韓流っぽく。もうほら、何かにつけてさ、キャップから前髪出すじゃん、うん、あの人たちね。そう、そういう雰囲気を。骨格的に無理。いいじゃん、たまにはちょっとさ、なんかイメージを変えて、俺普段着ないような紫の T シャツも着てんだから。本当だよ、どうしたのそのショーツ。いや、それはお答えできません。さあ、はい、毎週月曜日から木曜日の午後11時から30分、レインボータウン FM にて放送しておりますラジオ番組ファンファン木曜日を担当しますのは僕たちバズアップでございます。その通りです。今夜も木場のレインボータウン FM スタジオより生放送でお届けしております。生っていいよね。生っていいよね。生に限るよね。とりあえず俺らが楽しいから。ああ、そうなんです。そうなんです。どうです最近ちょっと暑いじゃないですか。今日ね、うん、ね、今日知ってます？何？今日山の日ですよ。マジで？山の日ですよ。聞いたことないんだけど。いや、え、今年からスタートしたんだよね山の日。あ、何？海の日に対抗して山の日？そういうこと？山登る日ってこと？知らね。どうなんですか？何これ、なんでじゃあ今年から山の日ができたの？え？なんで山の日なの？ちょっと誰か助けて。なんかちょっとなんで山の日なの？教えて。僕らわかんないから。まあでも今日だから山登った人いっぱいいるんじゃない？いや雑だな。山の日ですか。あ、でも連休を取りやすくなったとね。そうです ね、 言いますね。今日はちょっとこの山感を出していこうか俺らで。うん、いいよ、出していこう。出していこうか。無理だな無理だな。要素がない。そうなんだよね、はい、でもね、僕ね、昔ね、高尾に住んでたことがあるんだけど。あ、そうなの。そう、高尾山のふもとでございますよ、うん、そう、そこにいた頃はね、毎週末に高尾山には登ったもんでしたね。いや、生放送でお送りしております。いや生放送でお送りしております、ファンファンサーズデイバズアップでございますけれども、この番組では皆様からのお便りを募集しております。はい、宛先は info@792fm.com まで。さらにツイッターをお使いの方はハッシュタグバズアップ BUZZUP でつぶやいていただきますと僕らが拾っていきますので、よろしくお願いします。お願いいたします。もう生だからできることですよね。生っていいよね。もう生でしよう今日は。でしょ。生でしようって何。放送を。あ、放送ね。そうですよ。あ、よかった。さあ、ということで早速今夜も生放送でバズっとく。もちろんしよう。サトシとスバルのバズアップ。さあ、始まってまいりましたよ。イエーイ。さあ、なんか今日フレッシュだな。そう、うん、なんか山の日だからかな。かな。どうなんだろうね。どうなんだろう。さあ、それではね、はい、ちょっとお話ししていきましょうよ。はい、どうですかスバルさん。ごめんごめん、スバルさん。なんなの、これラジオでさ、お話ししていきましょうって。なんなんだろう、ね、話そりゃ話しますよ、ラジオですから。わかりました。最近聞いてなかったけど、うん、なんかバズってることあります？あ、僕ね、最近ね、ちょっとバズらせてもらったことがあるんですけど。バズらせてもらったこと。俺ね、生まれて初めてのね、わんこそばをこの間食べてきたんだよ。おい、わんこそばって食べたことある？ない。ないでしょ。あの、めっちゃ食うやつ。めっちゃ食うやつ。すげえスピードでめっちゃ食うやつ。そう、あのちっちゃいおそばを、うん、もう食べ続けるやつな、うん、いや、わかりやすいよ。アスカがさ、あの妹がさ、うん、なんかで見たらしいんだけど。普通にアスカがさ、あ、そうそうそう、あのわんこそばを食べてる映像を見たらしくて、うん、でなんか食べたいって言って、うん、でなんか調べて探してみたら、うん、なんか東京で1軒しかないんだって、わんこそばが食べれるの。それが浅草にある、大悟って言ったかな、なんかそんな感じのなんかお店があって、へーへー、もうそこでしか食べれないって言うから、じゃそこ予約して行こうぜって言うんで、ね、うん、連れてってくれたんだ、うん、でうちのバカバカのメンバーとかと一緒に行ったんだけど、はいはい、あのね、すごかったぜ。何がすごかったの？あ、俺ね、170杯食べたの。おお、すごい。ごめんごめん、すげえのか分かんないけど。いや、分かんないでしょ。分かんないけど、すげえ。でも、そのお店のトップ、
過去そのお店で一番食べた人がマックス鈴木さんっていうまあ大食いの方なんだけど、その人がね777杯、余裕で、やばいでしょ、余裕で負けてんじゃん、焦るでしょでなんてね、バクステ神田一丁目のあのアイドルの子、あごめんちょっと今名前忘れちゃった、あのでも大食いの方だよね、そうそう大食いするアイドルの子は700杯、すごいな、焦るっしょ、え でそれから比べたら170杯なんてさ、もう子供じゃん子供でしょ、うんうん、幼稚園じゃん、でも給食レベルでしょ、そうでしょでも大人男性成人の平均が80杯だったんだって、おなるほどね、じゃあ倍以上ってことだ、うん、えで俺お昼に何だったらちょっとパフェ食べて行ったから、うん、お前パフェとか食わねえなパフェ食べちゃったパフェ食べちゃった食べちゃったからそう浅草でパフェ食べちゃったから、うん、なんか食べてなかったら多分ね600は行ったねいやいやそんな上がんねえよ600は行けたね、え行きたいねでもねそれね、そうでアスカがなんか110行かないかみたいな、うん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 、105っつってたかな、あなんかでも他にも何人か、あそうそうそう、ツイッター上がってたね、そういえばうちの劇団員の、うん、あのツガちゃんってのがいるんだけど、あのジガドリブのそっちジガドリブじゃないよの子の、はいはい、あのツガちゃんがね150行った、めっちゃ食っとるやん、150行ったんだよあれ女の子ってさ、すごくない？いや普通に150ってなかなかでしょ。え何？でねこれが面白いのが、そっち方面なの？いやてかねルールがめっちゃなんかね、うん、格闘技なのよ、うん、ほぼほぼ。あであのね、え待ってファイティングスタイルって。いやちょっと話していいよ、ワンコそばのシステムをさ、うん、あのつくじゃん、うん。そうするとエプロン渡されてエプロンをこうつけるわけよ。うん、でお椀とでっかいお椀がこう置かれるの。うん、でね突き出しって言ってさなんかこうさ要はその天ぷらとかさ、うん、なんかいろいろそういうなんかこうちょっとなんか美味しそうなやつ、まあ、もう出てくるんだけど、はいはい、ほんならなんかあの若いお姉ちゃんが出てきて、うん、なんかこう説明してくれるのよ、うん、ほんならはいそれでは始めていきたいと思いますけれども、まずですねルールを説明させていただきます、まず一つ、途中休憩ございませんので食べ続けてくださいって劇場みたいじゃんてかまず食べ続けなきゃいけないって、まず時間制限があると90分、まあ一つの芝居ぐらい、そう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 で途中休憩はございませんから、はい、あの休憩はなんかあの箸とか休めないでくださいね、でルールはお椀を開けてからスタート、うん、でお椀をもう一度蓋を閉じたらストップなわけ、はいはいはい、ね、うん、でその間もう容赦ないこのおかわりが続くわけですよ、うんはいはいはい、で最初のね30、40杯ぐらいはねなんてことなかったんだよね、1個の量が少ないんですよ、そうそうそう、はい、あでねざっくり言うとそのお椀こそばいやわんこ15杯分でいやわんこってわんこ1杯あじゃあわんこ15杯でなんかその盛りそば1人前なんだって、なるほどね、だから俺170いったのはね7人前くらいいったんだよ、うんうんうん、まあ、そう、まあこれでね、体格的には許せるでほな始まるじゃん、うん、それでは始めていきますよ、はいスタートって言ってさ、はいじゃんじゃん、はいだんだん、はいまたまた、はいだぞ、はいまたまた、はいじゃんじゃんみたいなものすごいテンポで進むわけコールが入るもうあの、ね、一杯ずつねなんかこうコールしてくれるのよ、うん、はいじゃんじゃん、はいだんだん、はいまたまたみたいな、おーおーおーで、で、オッケー、こっちもさ答えてる暇ないからさ、チュルッチュルッチュルッってどんどん食べていくわけよ、自分のペースで食えない、そのペース食べるやん、途中でさ俺このさなんていうの、揚げ物の食べるタイミングがないわけよ、だからどこでこれ行ったらいいんですかって言ったらお好きなタイミングで言ってたからねえんだよ、食べるタイミングがねえんだよって言ったらじゃんじゃん、はいどんどんって言って、でもさやっぱ進めていくとさ、うん、お腹もいっぱいになってくるし、うんうんうん、なんかこう飲み込めなくなってくるのよ、うんうん、でもね容赦ないのよ、ちょっと待って口からなんか出てるよワンコが出てくる、口からなんか出てくる、ごめんなそれでもじゃあ想像し、スバルの横で、うん、うちの劇団員のややちゃんも同じペースで食べてるって、食べてたよ、オッケーオッケー、想像するわ、ほぼねもう互角だよ、互角だったよね150と170互角だよね、ほらはいじゃんじゃんどんどん、はいじゃんじゃん、はいもっともっとみたいな、で途中でさ俺もなんかうっうっうっみたいになってくるわけだほんならさもう容赦ないからさ、もっともっとまだいけるでしょ、はいそんなもんじゃないだろ、はいもっともっとみたいなさ、もうどんどんこう言える、ド S やん、そうでね、お姉さんもだんだんねこう雑になってくるって言ったらあれだけどさ、うん、もうテンションお姉さんもテンション上がってくるからさ、うん、そのこのお椀からお椀にパスするじゃん、うん、もうそれがねもう途中からなんかねお椀にそばが入らないでなんかベチャッはいどんどんブシャッ、あすいませんどうぞ、はいじゃんじゃん、はいまたまた、はいどんどんベシャッ、あすいませんどうぞ、はいまたまたみたいなことで俺エプロンねもらったんだけどねつけなかったのよ、うん、ここでそばまみれあじゃあ従業員の人のミス用のエプロンなのかもしれないもしかしたらもうつゆは飛ぶわ、もう汁はでこのすすってるこれももう帰り血のようにさもう汁がブシャーかかるわけさ、もう止まんねえの、はいじゃんじゃん、はいどんどんって言って、で俺がちょっと待ってちょっと待ってもうちょっと無理っすよって言ったら、まだ蓋閉めてませんからまだですよ、はいどんどんはいどんどんって、もう容赦ねえの
でもね、うちの劇団員のね、あの赤間直也くんがね、ゲスト何回か出てくれた。そうそう、彼ねド M なんですよ、はいはい、途中からもう嬉しそうな顔してニヤニヤしながらはい、じゃんじゃん、はい、どどもっと、あ、ちょっと、ちょっとお姉さん、ちょっとマジちょっと、もう無理です、うん、もう無理ですおい、直也投稿しろ今ハッシュタグバズアップで投稿しろそんなね、楽しいワンコそばを。ちなみに直也くんは何枚食べたんですか。彼がね、100ちょっと。最下位か。でもね、最下位、そうそうそう、アスカより食べてなかったと思う。あ、本当に、うん、まあ、それは何なんだろうね、体力的なとこなの。ね、彼ね、僕ね、サプライズで連れて行こうと思って、うん、とりあえずハラスカして来いよとだけ伝えて、うん、集合したのよ。ほ、うんうん、なんかそれがなんかちょっとあんまり汲み取れなかったみたいで、うん、なんかあのおばあちゃんが作ってくれた、うん、お昼ご飯をバッチリ食べてきちゃったみたいな。なるほどね。いやだからみたいな、うん、それわんこそば行くんだったら先に言ってよって言われたんだけど、うん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 、俺的にはちょっとサプライズのつもりでやったの。バッチリご飯食べてきて100ちょっとだったから。準備運動が足りなかったと彼は。そう、多分ね、準備不足。俺もねちょっと舐めてかかった部分がある、うんうんうん、おわんこ、うん、おわんこね。だから次はもう前日からちょっとなんかコンディション整え200は目指したい。行こう。俺も行く。でレノちゃん行けると思う。行こう行こう行こう。あのお姉さんのあのパワーに負けないようにぶち切れちゃうかもしれないそばとかベシャってやられてると思うんだけど、ラお前も食えみたいになっちゃう。ダメ、よろしく。お姉さんだけ、お姉ちゃんよろしくない。本当楽しかったですからね。皆さん素晴らしくバズってましたね。全国いろいろあるみたいですけど、東京は浅草にしかないので、第5って言ったかな、確か。うん、まあ、でも検索したら出てくるんだろうね。そうそうそう、よかったら皆さんもぜひ行ってみてください。はい、ありがとう。ということでですね、コーナー行きたいと思います。ごめんね、盛り上がっちゃったんだけど。あのね、ここが一番重要ですからね、コーナー行きたいと思いますよ。3週にわたってお届けした、本日お届けするのはこのコーナー。ストレスって日本語でなんて言うんだろうって調べたら、精神的圧迫感って言うんだって、のコーナーです。いや、はい、長いし、わかんねえし。はい、もう説明いたしますよ、コーナーね。はい、簡単でございます。どれほどストレスが溜まっているかを、ストレスの解消法から読み解き、最もすごい解消法を紹介してくれた人、つまり、はい、最もストレスが溜まっている人を決め、称賛する、ストレッチコーナーでございます。ストレッチコーナーでございます。そうなんです。でね、これね、聞いてくださってる人はわかってると思いますけどもね、3週にわたってお届けいたしました、このコーナー。そして今日が、ついに最終回でございます。はいはい、つまり何をするかと申しますと、はい、これまで送っていただきました、お便り、ツイートの中からですね、今日、ベストオブストレス溜まりリストをですね、選出いたしまして、はい、称賛したいなというふうに思っております。最も病んでる人を決めるわけですね。つまりそういうことです。つまりそういうことつまり最も素晴らしいストレス解消法を教えてくれた人、はい、トドのつまり一番病んでる人ストレス溜まってる人、はい、を今日選びたいと思います。一番長かったじゃん、3週にわたってて。あ、そうかもしれない、うん、ということでね、これまでのお便りとツイッターの中からですね、ツイッターの中からですね、うん、まずノミネートされている作品をですね、ぜひちょっとね紹介してまいりたいと思います。お願いいたします。いきますよ、一つ目からちょこちゃんじゃんいきたいと思いますよ。ランピョンさんからいただきました、はい、私のストレス解消法は仕事の帰り道に寄ったコンビニやスーパーで目に入って少しでも食べたいなと思ったものを片っ端からカゴに入れて全部買うことですという。かっこいいやつね。いいね、ちょっとこうお腹食べ物とかそういったものでこう満たす系ね。インするタイプ、ね、インするタイプですね。続いてチビベッチ、はい、大声で歌いながら川沿いのサイクリングロードをクロスバイクで爆走。でもクロスバイクってとこがポイントですね。そうだね、いいね。これいいね、アウト系ね。アウト系の人です。アウト系の人です、ね、続いてレンコン畑、スカッとストレスを忘れたいときはバンジージャンプ。ないわ経験すごいね、これはかっこいいです。かっこいいです、はい、あ、続いてもう一個チビベッチ、格闘護身術でオープンフィンガーグローブをつけてミットに向かって思いっきりパンチやキックを繰り出しているときはすっきりしてます。だってチビベッチダイナミックだね。いやすごいんだよね爆走とミット打ちだからかなりアウトプット型だよねガンガンいきますよ。ももちゃんからいただきました、はい、ビジュアル系バンドのライブに行ってヘッドバンをすること。あ、わかりますね。いいですね、いいですね。これもなんか楽しそう。いいですね。みゆさんからいただいたのは、めっちゃ落ち込んだ日はベランダの隅に体育座りしてしばらくぼーっとしてます。いやこれ好き。これねあのね、いつだ、ちょっと前にいただいたんですけどね、うん、これね、闇が深い、うん、闇が深い。このストレス解消法はね、うん、深い。これは何、アウト系なの陰系なのこれ何なんだろうね。悟り系何なんだろうね。その他系だよ、ね、その他系悟り系だ、悟り系だ、それだ。オッケーオッケー。続いてベーコンレタスサンドからいただいたのは、はい、これね素敵ですよ。バズアップの放送をスタジオまで見に行く、生のお二人を見る、放送でツイートが読まれる、放送後にお二人と握手、ストレスどころかテンションマックス。ありがとうございます。来てる今日来てる、いないんかーい
続いてランピョン、もう一個ですね、ランピョンさんね、はい、職場の処分が必要な髪を無心でシュレッダーにかけまくる。だって、うんうん、病気いやでもね、気持ちいいのはね分かるよ、ジュル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 って言ってる感じ ね、 ね重要書類を全部シュレッダーしてもらダメだよダメだよガーもう必要ないやつ、いや一番気持ちいいね、絶対気持ちいいじゃん、社長とかのなんかこの重要書類、そう、あの機密事項みたいなやつをさ、もう全部シュレッダーでめっちゃ気持ちよさそう、やりたい、すげえいい、俺ら的には何、台本とかってこと、あーそれだ、アウト、覚える前の台本シュレッダーにかけて、もう最悪すぐ後悔する。続いてランピョンさん、もう一個来て、もうランピョンさんすごいね、あの無心で毛を抜くっていうのがあるこれも闇が深えって、でもね、あ、もう一個だ、ベーコンレタスサンド、皆さんなんかすごいですね、いっぱいありがとうございます、うん、クルーザーから庶民を見下ろすんだって、どういうことだよセレブ、クルーザー持ち、なるほど、ね、ベーコンレタスサンドってまさかのお嬢お嬢なの、ちょっとなんかあのそれ教えて、ちょでね、あの写真もね、うん、添付されてるんですけど、確かにね、うん、クルーザーからね庶民を見下ろしてるんですよそうですか続いて野良黒、はい、一人きりの部屋で鍵がかかっていることを確認した後、鼻毛をまとめてぶち抜くこれ大好きだな、鍵を確認したの、ここがポイントだよね、鍵がかかっていることをちゃんと確認した上で人には見せられない、電車の中とか職場とかじゃないんだよ、うん、リビングとかじゃないんだよ、ちゃんと準備万端にして、万端にして、よし私今から抜くぞって言うね、見とけよ、いやいいよ、続いてブーメランパンツ、はい、ウイスキーのコーラ割りをしこたま飲んで、うん、大好きなバンドの曲を爆音で聴きながらエアギター、うん、ほぼやってるやつだね俺たちが俺らもやってるやってる、近いことはやってる、近いことはね、確かに、いやでもね、いいですね、これはね楽しそうなんだよね、うん、これはね、いやいいね、だからアウトプット型なんだけど、またそのなんかちょっとこうストレスじゃなくて自分のなんかこう好きなことでやってるっていうのがいいじゃないですか、エンタメ系ね、そうなんですよね、これね、ごめんなさい名前がちょっとわからないです、花びら花びら、うん、花のマーク花のマークの人です、うん、私のストレス解消法は戦争映画を見てこうして生きていることだけで幸せなんだと価値観を根本的に破壊することですだってまあでもね、どうしたの、ありっちゃありだと思う、うんうん、いやなんか確かに、でもなんかシュッとした斬新なストレス解消法だよね、精神型だよね、大人のね、なんかね、続いてシバリー、私のストレス発散法は、うん、真っ白なノートやルーズリーフ1枚にシャーペンや鉛筆ボールペンでグリグリ落書きをすることです、うん、あのね、真っ白い髪が真っ黒になるまでグリ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 やるんだ、入院中だね多分この人入院中やねそうかも、あ、みゆさんもう一個、うん、家に誰もいないときに袋にお皿を入れて思いっきり投げ割ります、やばなんかバイオレンスだねなんかバイオレンスな解消法だしてえマジで、え何それ大丈夫なやつ、いやすごいね、うん、あとねこのね桐生さん、はい、すごいよ、めっちゃ共感した俺、足の親指の爪が巻き爪なので爪を伸ばした上で爪を切るとき、うん、巻かれた爪を切った残骸が臭いので、臭いのを分かった上で匂いを嗅ぐまでがストレス解散のテンプレかなってね、めっちゃわかんだよね、あの親指とかさ、うん、足の爪ってさなんかくせんだよな、あの横の黒ずみねとかさ横の黒ずみで足の爪を切ったティッシュ広げてさ足の爪切るんだけどさ、でその足の爪がまとめたやつ最後結局ね嗅いじゃうもん、ね、いや嗅ぐよ嗅いじゃうもん、ね、まあストレスは解消されないけど、でも ディレクター失笑だから、ね、すいません、え嗅がない、嗅がない、みんなラジオの前のみんな嗅がない、嗅がない、嗅ごカゴ桐生さん、俺めっちゃこれね、うん、分かる、最後、はい、最後、ララコさん、おい、ストレス溜まった時はひたすら古いタオルで雑巾縫い続けますってえどういうことどういうことどういうことミシンがないので手縫いですが、無心からの達成感でストレスが忘れられます、あクリエイター系ね、なるほど ね、 なるほどね、面白いなということで、こんな感じで今ノミネートされております、この中から今日ベストオブストレス溜まりリストを決めたいと思います、はい、それでは発表していいですか、いいですか、どうぞ、私ちょっと発表させていただきたいと思います、それでは栄えあるベストオブストレス、ストレスって言われてもう一回、もう一回それでは栄えあるベストオブストレスたまりリストを発表したいと思います、はい、参ります、ドゥルル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 、一人きりの部屋で鍵がかかっていることを確認した後で鼻毛をまとめてぶち抜くでした、おめでとうございます、最高、あのね、もうこのね、うん、鼻毛ストーリーはちょっと、うん、なんて言うんだろうね、その闇を感じさせながらちょっと前向きなポジティブさもありつつ、 なんかそのストレスを解消して、私こんなストレスなんか負けねえぞみたいな、なんかそういったね、うん、力強いパワーを感じました、そうですね、
ですからちょっと野良黒さんをベストオブストレスタマリンリストに任命します。任命したいと思います。なんか総合的に勝った感じだよね。そうかもしれない。ね、お便りたくさんくださった皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとね、互角でしたが、ちょっとこの、ね、頭一つちょっと抜けましたね。そうですね。鼻毛だけに。鼻毛だけに抜けましたね。ということで、はい。選ばれた野良黒にはですね、ちょっと素敵なプレゼントをお送りしたいと思います。本日のプレゼントは、なんと、野良黒だけにお届けする甘いセリフを、レノ君がお届けしてくれます。それではレノ君、野良黒へのプレゼント、甘いセリフをどうぞお願いします。なんだよ野良黒、俺のことをじっと見つめて。え、鼻毛が出てる？あ、嘘。恥ずかしい。なあ野良黒、俺の鼻毛優しく抜いてくれないか。おめでとうございましたこれなんなのこれなんなのいかがでしたか野良黒あの苦情がありましたらツイートしてくださいお願いしますプレゼントでしたいや最高ですねちょっとねあの皆さんねストレスいろいろあるかと思いますけどなんで涙目になってんだよめっちゃ面白かったもんレノ君頑張ってんなと思って、はい、皆さんいろいろストレスあると思いますけれども、はい、前向きに頑張っていきましょう、はい、いきましょうでこれまた辛いことがあったら僕たちに言ってくだされば応援しますからねそうですねはい、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、それではノラ君おめでとうございましたお便りありがとうございましたありがとうございましたそれではここで1曲聴いていただきましょう本日ご紹介するのはこの曲はいお聴きいただいたのはライムベリーで365アコースティックバージョンでございましたはいどうですいやなんかストレスどうでもよくなった、ねうん、ちょっとごめんまたよだれてたこれ、ね、ワンコがワンコがちょっと飛び出したまたワンコがなんかストレスフリーな感じのラップでしょ、うんうん、いや素晴らしいね僕ね最近ねすげえ気になってて、うん、ずっと聞いてたのがこのライムベリーっていう、うん、アーティストたちなんですけど、うん、なんとねアイドルなんですよねそうですねねなんかジャンルっていうかそのアイドルラップユニットなんですよ、うんうんうん、なんかもともとなんかメンバー何人かいたみたいなんですけど今3人組、うん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 、2MC1DJ みたいなそういうスタイルでやってるみたいで、うんなんかねハマっちゃったんだよね、うん、なんかねこれアコースティックバージョンってことは元は元々はもうちょっとこうなんか結構パンクっぽいなんかトラックでやってる365って曲があるんだけど、うん、特別ねちょっとこのアコースティックバージョンはねこう緩い感じでさなんかさラップってさものすごいこうパワフルでさ熱がこもってるんだけどさ、うんうんうん、この子たちがやるラップってこうなんかそのアイドルがやるラップだからまあまあまあみたいな、はいはいはい、なんか可愛らしい感じでどうせヒップホップかぶれなんでしょうとかって思ったけど、うんうんうん、いやバッチリ決めてんだよね、うん、この子たちかっこよかったね、今ね、すげえかっこいいでなんかライムとかなんかめっちゃいい感じだし本当普通にめちゃめちゃかっこいいんだよね、うんうん、超ドライブソングなんだそうでこれを聞いてたら結構ね俺の場合はねストレス吹っ飛んじゃう系のいい気持ち、うんうん、適当に焦らずやんなくていいんだよ超かわいいじゃんしかもさ、うんうんうん、すごい癒されちゃったからなんかぜひ皆さんにも聞いてほしいなって思って今日はご紹介させていただきましたありがとうございましたいろいろ音源あるのでよかったらライムベリーチェックしてみてください、はい、めちゃめちゃかわいいんでぜひよろしくお願いします最後よろしくお願いしますよろしくお願いしますあーいっけねエンディングの時間が来ちゃったぜきっかけです。はい。ということでね。これ言った時が一番嬉しそうな顔してる ね, これが言いたくてね、うん、やっております、はい、ということでエンディングでございますよはいなんかレノ君告知なんかございましたらはい、ちょうど今日ですね、はい、チケット発売とあとビジュアルが公開になりました、うん、僕9月に舞台に出ますが、はいはいはいスーパーナチュラルブルーという舞台がありまして、うん、山本屋さん、はいはいはい、あ違う山本屋さんはうどん屋さんだ劇団山本屋という、はいはい、団体に出させていただきます、はいはい、70人を超える大所帯で、うん、300人以上の劇場で、うん、なかなか素敵な役をいただいたので、うん、よかったら僕のツイッターチェックしてみてください劇団山田屋さん山本屋あそうだ山田って今情報が交錯して山本屋ですね劇団山本屋さんそうですでどちらの劇場で池袋にあるアウルスポットという劇場で9月22日から27日まで8公演ですね、うんはいはい、ございますんでぜひ来てくださいかなりメインの役だそうじゃないですかそうなんですですからちょっとぜひ皆さんレノ君のツイッターチェックしてみてください、はい、よろしくお願いしますお願いしますそしてレノ君と番組からのお知らせでございます、はい、毎週月曜日から金曜日夜11時から30分間放送しておりますラジオ番組ファンファン他の曜日の担当の皆さんが番組収録をしているというエドプレスジャパンのお知らせです。こちらは羽田から世界へ日本の魅力を伝えるインターネット放送局なのですが、実はそちらでも僕は番組に参加させていただいております。詳しくはエドプレスジャパンで検索してください。はい。
ぜひですね、江戸プレスジャパンと他の曜日のファンファンもぜひ聞いてみてください、はい、よろしくお願いします、 ということでお送りしてまいりましたバズアップ。この番組では皆様からのお便りを募集しております、はい、宛先は info@792fm.com まで。そして、番組の感想や質問、リクエストや愛のこもったラブレターでも苦情でも何でも構いません。よかったらお便りぜひお送りくださいませ。よろしくお願いいたします、はい、本日もバズアップをお聞きくださりありがとうございました。ありがとうございます。明日が皆さんにとっていい一日になりますように、はい、そしてお車でお聞きの皆さんはどうか安全運転でよろしくお願いいたします。それではまた来週のこの時間にお会いいたしましょう。お届けは根野聡と木村すばるで、ございました。それでは皆様バイバイ。